小出さん、今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。9月の27日に長野県と岐阜県の県境に位置する御嶽山が噴火をしてですね、多くの登山者の方が犠牲になりました。はい。で、この御嶽山が大きな予兆もなくですね、水蒸気噴火したことで火山の噴火リスクというのがですね、改めて注目をされていますが、火山と原発についてですね、小出さんにちょっとお話を伺いたいんです。はい。まず今回の御嶽山の噴火についてですね、小出さんはどんなふうにニュースを見てお感じになられましたでしょうか。はい。まずは驚いたというのが正直な感想です。御嶽山がまさか爆発するということは、私自身も思っていませんでしたし、はい、多くの人たちは、あの山が爆発するとは思っていなかったはずだと思います、うん。日本のまあ専門家の中でも、火山が爆発するという危険を5段階に分けていたけれども、御嶽山の場合にはレベル1ということで、ほとんど危険がないというふうにしか専門家 も思っていなかったわけです、うん。それが突然に爆発してしまうということで、やはり自然というのは人知を超えているのだなと改めて思いました。なるほど。そういう中でですね、小出さん、はい、鹿児島にある仙台、川内と書いて仙台原発の場合にはですね、非常に立地場所からしてどうしてこんなところに作っちゃったんだろうというような思いが私にはあるんですが、はい、まあでもそういうと多分日本中どこも危ないということになってしまうだろうと思います、うんうん。ただ今石井さんがおっしゃってくださったように、この九州というのは、はい、阿蘇山例えばありますよね、内輪山と外輪山というのがあるわけですけれども、はい、外輪山の中は全て爆発で吹き飛んでしまった後なわけですし、桜島があるところ、はい、鹿児島湾はですね、これもやはり火山が爆発して全部吹き飛んだがゆえに、あそこが湾に海になっているということであって、はい、巨大なカルデラが5つも並んでいるというところなのですね、そういう意味で言えば九州というのは火山の爆発が一番危険な場所でもあるわけですから、そういうところに原子力発電所を作るということはできれば初めから避けておくべきだったと私は思います。なるほど。実際にですね、火山が爆発した時に原子力発電所には様々な危険あるいは事故等々がですね起きるというふうに考えられると思うんですが、はい、順番を追っていくと、まず小出さん、どういうことを考えておかなければいけませんか。まず、本当に巨大な爆発が起きるというようなことになれば、火砕流というのが起きて、まあ、猛烈に高温な、まあ、岩石、灰等を含んだものが、その場所から流れ下ってくるということになりますので、はい、そんなことになると原子力発電所のあちこちで多分様々な障害が出るでしょうし、燃料関係がもし損傷するようなことになれば大量の放射性物質が出てきてしまうということになると思います、うん。それが一番まずは心配すべきことです、はい。で、次は、まあ、今回の御嶽山もそうでしたけれども、火砕流が起きないぐらいな噴火であっても、火山灰が何百キロというところまで飛んでくるということになります。はい、原子力発電所というのは、まあ、もともとその非常にきれいな空気をですね、循環させなければいけないということで、空調などが大変、まあ、複雑に絡んでいるわけですが、それが火山灰によってフィルターの目詰まり等々を含めて、深刻な障害を起こすだろうと私は思いますし、電気系統も多分様々な障害を受けてしまうだろうと思います。で、小出さんですね、もう地震列島であり火山大国日本、この仙台原発だけでなくですね、他にも大変危険な場所にある原子力発電所というのはいくつもありますよね。はい、たくさんあります、火山大国ですので、北海道の泊もそうですし、はい、まあ、九州という意味では限界もそうですし、はい、四国の伊方原子力発電所も阿蘇山のすぐ近くですので、はい、影響を受けるだろうと思います。原子力規制委員会のですね、
田中俊一委員長は、今回の御嶽山の水蒸気噴火と仙台原発で起こる現象が違うと、一緒に議論するのは非科学的だというふうに、自分たちの、まあ、仙台原発再稼働についての審査は妥当であるというように記者会見でお答えになってらっしゃいますが、はい、小池さん、この一緒に議論するのは非科学的だということについて、科学者の小池さんはどうお考えですか？私は火山学者ではありませんので、はい、あまり正確にコメントできるかどうかわかりませんが、ただ、御嶽山で起きた水蒸気の噴火と、はい、仙台原発で今危惧しているような火砕流が生じるような噴火とは、はい、もちろん規模が違うわけです。はい、ですから一緒に議論するのがある意味、妥当でないというのはあるかもしれませんが、はい、でも一番大切なことは、今回の御嶽山の噴火すら全く予期知できないままだったということだと私は思いますし、はい、原子力規制委員会も九州電力も何か噴火の予知ができるかのようなことを言っていて、うん、予知ができれば対策が取れると言ってきたわけですが、はい、噴火の予知ができないわけですから、はい、もともと対策の取りようもないし、うん、原子力規制委員会が仙台原発が安全だというようなお墨付きを出したこと、そのことが私は非科学的だと思います。なるほど。つまりその比べることは違ったとしても、根底にある火山の、はい、噴火については、今の技術、今の科学技術ではなかなか予知できない。そうです。有珠山の爆発の場合にはある程度事前に、まあ、はい、分かったケースももちろんあったりもしますが、はい、非常に稀なケースですね。そうですね、はい、ですから御嶽山の形で明らかになったのは、火山というのは突然ある種爆発したするものなんだというふうな前提に立つことが科学的だという理解でよろしいですか？はい、ほとんど火山学者の方々皆さんがそう言っているのですね、うん、火山の噴火の予知は今の力ではできないというふうに専門家の人たちが言っているわけですから。はい、わかりました、はい。今後も引き続きですね、いろいろなことが起きている。で、小池さん、やっぱり日本列島は活動期に入ったという、私たちは前提に立った方がいいんじゃないか、地震が起きる、火山の爆発が起きるという理解でいいでしょうか？はい、私の知人で石橋勝彦さんという、はい、東海地震を初めて、まあ、問題にされたという方がいらっしゃるのですが、その石橋さんが第一動乱の時代に入ったというふうに指摘をしてきていますけれども、うん、本当に今日本というこの国が、火山も含めて地震も含めて、大地そのものが大きく動いていくという時代に入っているように私も思います。そういう中で冷静に慎重に私たちはいろいろな動きを見つめていかなければいけないし、再稼働というような形に踏み込まないような形にしていきたいと、微力ではありますが思います。ありがとうございます。ぜひそうしたいです。私も今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。